遠藤健は、日本の陸軍軍人、戦闘機操縦者、東京府生まれ、福岡県霞ヶ丘出身、陸軍航空士官学校53期、船隊長、加藤武雄中佐の加藤春戦闘隊として、有名な日本陸軍飛行第64戦隊で活躍。いつも物静かで行いすました前奏のようなところがあったという、尺八の名手。 昭和18年5月15日、中華民国雲南省総移南方 10km にて戦死。1943年5月、中国軍が経林より増派との情報により、その根拠地、混迷飛行場を爆撃し、日本軍機の数倍の敵の兵力に対して5月15日爆撃が完工された。その時期延退として、 遠藤中隊は爆撃隊の左側上の位置を守り、滝ともに攻撃を受けることなく、混迷飛行場爆撃を成功させた。帰路に向けて、旋回の直後、P-40 戦闘機多数の奇襲を受けた。爆撃機後 A1 の遠藤隊は後、上方より P-40 の襲撃を受け、遠藤機と中隊の3機は機種を巡らし、突進したところ、十数機に包囲され、 それを撃退して、変態飛行に戻ったところ、再び敵機の変態攻撃を受けた。遠藤機は、敵、P-40 戦闘機を一機撃墜後、ほぼ同時に、昆明湖南方に墜落するのが目撃された。遠藤中尉は、最後の出撃となる15日の早朝、空を見上げて、今日昆明で死ぬのは本望だなと同僚の日の木兵、中尉に言い、俺が死んだら、貴様に、 あの尺八をやるよとかはいためで、ひのき注意を見つめたという。彼の遺品をまとめたひのき注意によれば、部屋には、磨き上げられた尺八と、封の切られていない、遠藤注意の若妻からの手紙が残されていたという。ひのき予兵、翼の決戦三人一社、P118 ひのき予兵、翼の決戦三人一社、P118 ひの木予兵、翼の決戦三一社、 P311 ヒノキヨ兵、翼の決戦三つ一社 P113 から120遠藤健、ヒノキ予兵、加藤春戦闘隊カゼット P314 ありがとうございます